あ、それから今日最大のニュースはですね、これですね、大阪地方裁判所からですね、呼び出しがありました。はい、ついに先週に来なかったから、あれ出してくれてるのかなと思って、ちょっと心配になったんですけども、ちゃんと、特別送達で来ました。はい、いやこれね、まあ中身はねお見せできないんですけれども、いやこれはですね、まあ願ってもないと言いますか、まあショコラが私に対して訴えてるんですよね。ちゃんと原告のね住所が書かれてるんですね。お見せできませんよ。いやもうバッチリ住所書かれてますからね。いやこれをですね、もうずっとこう請求してたんですけども、なかなかねうまくいってなかったんですね。ツイッター社、まあ、これ結構ややこしいんですよ。そのね、匿名の人を裁判にかけようとすると、まず名前と住所が必要なんですよね。で名前は、まあ、ありがたいことに菅野保さんが YouTube でベラベラ喋ってくれたので、あ、これが名前かということで名前はゲットしました。でも名前だけでは裁判を起こせないんですね。住所が必要なんですよ。でこれはですね、ちょっと途中でまだやってるんですけど、ちょっと時間がかかってるんですね。でこれツイッター社に対して訴訟を起こしてるんですけども、向こうほらあのアイルランドの会社なんですね。結構ややこしいわけですよ。で、ツイッター社からあの ID を開示してもらったとしても、今度は日本の、あの、例えば、あの、NTT だったり AU だったりそういうところにこの IP アドレスの持ち主ということで、名前と住所の開示をしないといけない。でそこでいろいろとやり取りがありまして、なかなかちょっと難航してたんですけども、こんな簡単にですね住所が手に入るとはね、もう本当ありがたい限りで、はい。でまあ元々ねこちら訴訟する準備をしておりましたので、まあね、よくぞ訴えてくれたなということで、はい、でございます。でですね、まあちょっと、この中身なんですが、もう、すぐ、ね、あの、訴状の中身、これね、2枚ちょっとしか書いてないんですよ。すごい内容。いや、すごいシンプルだなと思ってね。まあちょっとせっかくですから、これ、読んじゃっていいのかな？訴状読む人っているいない？いや、でも、前も、ちょっと紹介しませんでしたけど。読む？よ、すごい、すぐ読み終わっちゃうのよ。はい。とりあえず読みますね、じゃあ。はい。まあ、請求原因、1、当事者。1、原告は人権問題等に関して、意見発信等を行っているものであり、ツイッター上でアカウント名、ショコラとして活動を行っている。2、被告は作家であり、講演活動、タレント活動等を行っているものである。あれ？ラーメン屋なんだけどね。書いてないな。私、メインがラーメン屋なんですけどね。ちょっとこう訂正しておきましょう。被告は、まずラーメン屋であると。言わないといけないですよね。はい。で、2番ですね。被告による原告の本名の公表等。1番。被告は、令和3年7月30日、インターネット上に公開している自身のツイッターアカウントにて、ショコラというアカウント名を用いている人物の名前がピヨ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 であるという趣旨の投稿を複数回行った。2番、またその根拠として、令和3年7月30日午前8時39分の投稿において、蘇外菅野保つ、出ましたよ。蘇外菅野保つが、動画配信サービスである YouTube にて投稿した動画のリンクを掲載した。なお、蘇外菅野動画1は、ショコラがピヨピヨピヨであるという趣旨の発言を含むものであった。3番、さらに被告は令和3年8月1日、蘇外菅野が YouTube にて投稿した別の動画のリンクを掲載した。なお、蘇外菅野動画には、ショコラがピヨ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 であるということのほか、別紙に侵害情報目録に記載するようなピヨ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 に対する事実無根の誹謗中傷を含むものであり、それ自体でも被告のプライバシーや名誉を毀損するものであった。3番、被告に損害が生じていること。被告の別紙1投稿記事目録記載の投稿は故意または過失により原告のプライバシーや名誉といった人格権を侵害するものであり、これによって原告は精神的苦痛を受けた。これに対する慰謝料は50万円を下らない。
また原告が 本件訴訟を提起するために負担せざるを得なくなった弁護士費用のうち10万円は上記不法行為と相当因果関係のある損害である。4、別紙1投稿記事目録記載の投稿を削除する必要性。別紙1投稿記事目録記載の各投稿は原告の人格権を侵害するものであるから削除されるべきである。5、謝罪文掲載の必要性。そして被告の各投稿によってなされた人格的利益の侵害は被告が転載した阻害菅の動画の内容が虚偽の内容であると世間に知らしめなければ救済されないものであるから謝罪文の掲載が必要である。結論6番、結論よって原告は被告に対し不法行為に基づく損害賠償として60万円およびこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで民法所定の年3部の割合による遅延損害金の支払いを求めるとともに人格権プライバシー権に基づき別紙1投稿目録記載の削除、民法723条に基づき別紙3に記載する謝罪文の掲載を求める。以上。これだけっていう感じですけどもはい、そうですが、私菅野保さんがね YouTube でこう喋ってたのを言っただけなんですけども、菅野さん訴えてないのよね。疎外な、疎外ですよ。いやいや、疎内だろって話ですけどいやだって一緒に訴えてよっていう、なんなら私が菅野さん引き入れてもいいんですけどね。一応そういう方法がありますか。いやいや、この人よ、この人って言ってまずこの人訴えてって、でもしそれでね、あの事実じゃないって言うんだったら、いや私は事実じゃないことをね事実と思って拡散しちゃったそれはすまへんねって言うかもしれませんけど、本当だったら何も別にね謝ることはないわけですから、もうすでに公表された事実を私はツイッターで述べただけですからね。誰も言ってないのにいきなり改陳したわけじゃないんですよ。あの菅野保さんがね YouTube でベラベラ喋ったものを言っただけですからね。はい。だからまあ、プライバシーの侵害とか名誉毀損うんぬんって言ったら、いやいや、だったら菅野保さんにまず言わないと、はい。しょうがないからね、私が引きずり込みますかね。菅野さんには申し訳ないですけど。いやー、すごいシンプル。この2。でも公文書で書いてきましたね。公文書で何？あ、そうそう。だからね、ピヨ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 っていう部分ね、認めてますからね。いやこれ本当はね、私がそれを言った時に誰ですかそれはと、私は違いますよって言っとけばもうね本当かどうか分かんない話になったわけですけども、まじきりして反応しちゃったんで、あやっぱ本当だったねってことになっちゃったわけですね。でまあ、あの訴状を見ると、原告の名前と住所がバシッと書かれておりますので、ふむふむという感じでございました。はい。まあね、まあプライバシー権の侵害だとか人格権って言いますけど、じゃあショコラが私に対してこれまでどんなことを言ってきたかですよ。それは当然ね示さないといけないですけども、裁判官これ読んでどう思うんですかね散々私の人格を踏みにじることを、だって、なんだっけ、もうちょっと忘れちゃいましたけども、ヒトラーとかなんとかと一緒に例えられましたからね。散々人格踏みじられること私言われていて、まあ、お前が言うなって、そもそも私人格踏みにじってなくって、あの、菅野さんが言ったことを、ね、菅野さんがこう言ってるよと言っただけですから、いやでもまず菅野さんを呼ぼうよ、まず。そうじゃないともう話しない。なんで阻害なんだって話ですよね。どう考えたって阻害でしょう、これはね。まあとにかく。はめられた。そうそう、私はめられたのっていうね。実は、ショコラと菅野さんが組んでたりしてね。ちょっと。で、まああの、なんかツイッターの画面コピーが 1,2,3,4,5 枚くっついてるんですよ。まあこれ見せるとね、名前が書いてありますから、ピヨピヨの部分ですからね、ツイッターの画面コピー、なんでこんなそもそもしわくちゃなんだよって感じなんですけども、もうちょっと綺麗な紙を送ってこうよって感じなんですけども、まあとにかく、はい、5枚、これ、公第一号証、号証1、第一号証しかないんですけど、1,2,3,4,5 ですね。第一号証の1,2,3,4,5。武田のツイートがこうね、証拠として上がってきています。で、以上というですね、すごいシンプルな感じなんですよね。
はい、というわけで、いや、だからちょっと先週の段階で届いてなかったので、あら、私がね不用意なことちょっとツイートしちゃったから、取り下げちゃったのかなと思って心配したんですけど、ほっとしました。あの、ちゃんと届きましたので、あ、排除いたしております。はい、ということで、はい、ありがとうございます。あ、私が下手したからかしらね。そもそもなんで大阪地裁なんだっていう問題もあるんですけどね。これ東京に変えてもらおうかしらね。だって管轄はさ東京でしょ、どう考えたって。大阪地方裁判所23民事部。なんで大阪なんですかね。はい。私ほら、東京じゃないですか。いやいや、東京地裁でしょ、普通考えたら。これ多分これ、管轄変更の請求できると思うんですよね。とりあえず那覇じゃなくてよかった。あ、那覇地裁だとややこしいですけど那覇地裁はややこしいですけど、まあでも本当大阪なんだろうね。普通ほら被告の居住地ですから、本来東京地裁ですからね。まずこれ管轄変更だろうな、まずはな。まあ東京に来ていただきましょうね。まあそうすると向こうの弁護士のね実費がかかるからね。まあでもそんなことを知ったことじゃないですよ。私ほら東京ですから、どう考えたって管轄裁判所は東京地裁でしょうよなんで大阪で受けたのか分かんないですけどもね。まあ別に、ピヨピヨピヨの居住地がどこかということはね、まあ今ここではね、言いませんですけどもね。まあ東京地裁にしてもらおうかな。